こんにちは。今日は捧げ物と平安の海の2曲を賛美したいと思います。捧げ物は私たちに全てを捧げてくださったイエス様に、私も何かできないかなと考えさせられる曲です。実際にこのグループも家での時間や一人一人の能力を用いて、日本中の友達と、そして神様とつながりたい、そういう献身の思いでできました。もう一曲、平安の海では、その献身の思いの動機となるキリストの愛と平安を歌っています。イエス様の深い愛を知るときに、私たちの心は平安にあふれてきて、それはまるで底のない深い海のように私たちを包みます。本当にそうだと思います。ありがとうございます。それでは捧げ物と平安の海の2曲賛美したいと思います。どうぞ。Someone